ロジャーズ・ロコモティブワークスロジャーズ・ロコモティブワークスは19世紀のアメリカ合衆国ニュージャージー州パターソンにあった機関車製造会社である1905年アメリカン・ロコモティブ・アルコに統合されるまでの間に6000両以上の蒸気機関車を製造しアメリカ国内の鉄道の大部分に供給されたロジャーズはアメリカ国内ではボールドウィン・ロコモティブワークスに次ぐ 第2位の機関車メーカーであった。ロジャーズ社は1832年にトーマス・ロジャーズと協力者のモリス・ケッチャム、ジャスパー・グローブナにより設立された。トーマス・ロジャーズの息子であるジェイコブ・エス・ロジャーズが後を継いで会社をロジャーズ・ロコモティブ・アンド・マシン・ワークスに再編した後も、トーマスは彼が1856年に死去するまで社長の座にあった。ジェイコブは 1893年に引退するまで社長として経営し、その後はロバート・ S ・ヒューズが社長となって、ロジャーズ・ロコモティブ・クスと解消された。1900年にロバートが死去すると、ロジャーズ・ロコモティブ・ワークスは閉鎖されたため、1901年のアルコへの統合には参加しなかったが、1905年に至ってアルコに合流している。アルコは、 1913年までロジャーズ工場で機関車の生産を継続した。その後は1920年代まで倉庫として使用されたが結局売却されている。今日、いくつかのロジャーズ製の機関車は世界中の鉄道博物館で保存されている。また、工場施設もトーマスロジャーズビルとして保存されており、パターソン博物館として利用されている。 ロジャーズロコモティブワークスの創業は1831年である。トーマス・ロジャーズは20年近くの間食器の設計製造をしていたが、その年の6月にゴドウィン・ロジャーズ社に売却して、一人でパターソンに新しい工場を起こし、ジェファーソン・ワークスと呼ばれた。ロジャーズが会社を主要な機関車メーカーに変えるのを手伝う二人の男に会う前に、 ジェファーソンワークスは1年間織物と農業機械を製造した。1832年にロジャーズはニューヨークのモリス・ケッチャムとジャスパー・グローブナーとの共同経営となり、ジェファーソンワークスはロジャーズ・ケッチャムグローブナーと称され、は鉄道産業へと進出した。鉄道用のバネや車軸などの小部品を製作した。ロジャーズが組み立てた最初の機関車は、 1835年にイギリスのロバート・スティーブンソン社によって作られたものであった。この機関車はパターソンハドソン・リバー鉄道のマクニルであった。ロジャーズが完全自社製の機関車を製造するのはその2年後のことであった。1837年マット・リバー・アンドレーク、エリー鉄道に納入された2両である。1号機関車はサンダスキーと名付けられた。そしてそれは アレガニー山脈を横断する最初の機関車と、オハイオ州で運行された最初の機関車になった。トーマス・ロジャーズによって設計されたサンダースキーは、それまで機関車と異なる特徴を持ち、中鉄道林を使用した最初の機関車であった。そして、車輪には駆動ロットと車輪の重さに起因する重量を操殺するための釣り合い重りが取り付けられていた。駆動輪は木のスポークを持つものであった。 ロジャーズは、機関車製造会社として、完全に独り立ちしたものではなかった。1837年には、最初の機関車製造に加えて、ボールドウィンやノリスなど、他の機関車製造会社の注文に応じて、機関車のタイヤを製造していたが、本格的に機関車製造に取り組み始めると、これらの注文には応じられなくなっていった。ウィリアムス・ウィンバーンは、1845年に、 機関車製造会社であるスウィンバーン・スミスを設立するまでの間、ロジャーズ自身の工場で店主任として働いた。スウィンバーンがロジャーズの元を去った後、ジョン・クックもロジャーズ工場で働いた。スウィンバーンのように、クックは後にダンフォース・クック社で機関車を作り続けた。ロジャーズに所属したもう一人のエンジニアはゼラー・コールバーンであった。彼は 有名な機関車エンジニアであり、後に編集者、出版社となった。ロジャーズの機関車は、初期のものから、アメリカの鉄道において能力がある機関車とみなされた。1839年に製造された、車輪配置4から2から0のアンクルサム製造番号11、ニュージャージー鉄道運輸車は、1マイルあたり26フィート200分の1の勾配場で、 24両編成の列車を24.5メートル pH、時速39キロメートルで牽引することができると宣伝された。1846年に、ロジャーズは、アメリカ合衆国最大の6輪機関車、4から2から0と呼ばれることとなった、リキング、製造番号92を、マインスフィールドサンダースキー鉄道用に製造した。蒸気圧が平方インチあたり110ポンド。 760キロパスカルの蒸気を発生させて、1マイルにつき16フィート1000分の3の勾配上で380小トン、345トンの列車を引くことができた。1868年11月に、ロジャーズは5両の石炭滝の車輪配置4から4から0形状機器機関車ナンバー116から120をユニオンパシフィック鉄道に納入した。 そして、それが、ユタ州のプロモントリーで執り行われた、最初の大陸横断鉄道の完成を祝う式典、ゴールデンスパイクに使用され、ナンバー119が1869年5月10日に、ワイオミング州西部ととユタ州を結ぶ、ユニオンパシフィック鉄道の貨物列車牽引用に、使用された。同期は1880年代初期に作り直されて、1885年に、 ナンバー343として最終駅した。ナンバー119は1903年4月に解体されたが、実物大のレプリカが1979年に制作され、現在はゴールデンスパイクナショナルヒストリックサイトで展示れている。ロジャーズ工場製の最も有名な機関車は1855年12月に、 製造された車輪配置4から4から0系機関車、製造番号631ゼネラルである。この機関車は現在、ジョージア州のケネソーの南北戦争と機関車の歴史博物館で展示されている。ロジャーズの機関車は力が強いばかりでなく、その耐久性の高さでも高い評価を得ていた。イリノイセントラル鉄道に納入された 車輪配置四から四から零系、ナンバー二十三製造番号四百四十九は、千八百五十三年十二月に収益したと推定されているが、その後の三十年に百万マイル、百六十万キロメートルを走行した。トーマス・ロジャーズが千八百五十六年に死去すると、ロジャーズ・ロコモティブ・アンド・マシン・ワークスとして、投資家として残っていたケッチャム、グローブナーと、 トーマスのの息子、ジェイコブ・ S ・ロジャーズは、RK&G を再編成した。ロジャーズは、20年の間、機関車と折り物機械を製造してきたが、ニュージャージー鉄道輸送のために1863年に、最初の車輪配置2から6から0系機関車、しばしばアメリカ合衆国で作られた、最初の2から6から0と呼ばれるを製造した。 1870年代中頃には、ロジャーズは、織り物機械の製造を中止し、機関車製造だけに集中するようになった。19世紀中頃のロジャーズの顧客は、機関車を購入し続け、ルイビルナッシュビル鉄道、L&N は、ロジャーズが1879年に、機関車を無料で贈与するなど、多くの機関車をロジャーズから購入した。1887年。 ルベン・ウェルズが工場長に就任した。ジェイコブ・ロジャーズは、1893年に70代、後半で社長を辞任するまで、ウェルズに対する、ますます多くの責務を与えた。60年以上後に、ロジャーズ会社は、ロジャーズ家のものではなくなり、ジェイコブ・ロジャーズは、会社の主要な投資家のままであったものの、ロジャーズロコモティブ社として、新任の社長、ロバート・ S ・ヒューズのもとで再編成された。 ヒューズは1900年に死去するまで会社を運営した。その1年後、ジェイコブ・ロジャーズは工場を閉鎖した。ジェイコブ・ロジャーズが死去し、アメリカンロコモティブ社、アルコが8つの機関車メーカーの合併により成立した1901年、工場はロジャーズ・ロコモティブ・ワークスとして再開された。ルベン・ウェルズは再び工場長を務めたが、競争は不利な状況に陥った。 十分な設備投資が新しい機械や研究開発においてなされず、あることボールドウィン、当時北アメリカで最も大きな機関車メーカーであった2社はあまりにも大きなシェアを占めており、ロジャーズが追随できないほどの大きなリードをつけていた。さらには工場のあるパターソンの都市化に伴って工場を拡大する余地がなくなっていたことも悩みであった。 技術開発力や競争力の低下に直面し、ロジャーズロコモティブワークスは1905年にアルコへ事業を譲渡した。ロジャーズが最後に製造した機関車は同年2月に W ・ R ・グレース社向けに製造された車輪配置0から6から0の転打機関車で製造番号は6271であった。アルコは ロジャーズ工場で1913年まで機関車の製造を続けた。これらの施設は1920年代に倉庫に転用されたが、結局資産のすべてを売却することとなった。ロジャーズが最初に建設した工場はオフィスに変わり、1992年まで使用されていた。その建物はトーマス・ロジャーズビルと解消され、現在はパターソンの産業遺産を展示する。 パターソ博物館の本館となっている。同館にはパナマ運河の建設に使用された車輪配置2から6から0系機関車のレプリカが展示されているが、それはロジャーズではなくアルコクック製である。アルコに統合される前にロジャーズによって製造された機関車で保存されたものを次に製造版号順に示す。保存場所は突起のない限りアメリカ合衆国にある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。